花瀬琴音です。ヴィーナスチームのエリン役です。エリンちゃんはそういろいろな事情でこう孤児院に、マサツが経営する孤児院に行くんですけども、すごくこうなんていうんですか、素直なんですけど、すごくツンデレというか素直になれないところがすごく素敵なキャラクターで、でも人間が大好きで、すごく人懐っこいところもあるので、ぜひ舞台で見に来た際はそこに注目していただけたらなと思います。ナロー小説から始まり、小説になり、漫画になり、舞台になり、もう道がもう輝かしい道がもう見えている正嗣様、ぜひ皆さん応援しに来てください。劇場で待ってます。